ステムを使いますと、とてもね面白いことができるんですね。まあ、さっき言いましたようにこう木があって、葉っぱとかですね、まあ、それが私たちの現実だとしますよね。でその葉っぱの状態は実は幹やその根っこから来ているっていうことが、まあ、分かっているわけなんですよ。そうするとね、どういうふうにできるかって言いますと、その幹とかね、あの根っこ、ここって潜在意識と呼ばれている部分なんですね。そうすると潜在意識の、まあ、考えていることがこの葉っぱに影響してるっていうことを、逆に言うとですね、その葉っぱを見ると潜在意識が分かるっていうことですよね。ですからね、私たちが今いろんなことを体験してますよね。まあもちろん問題だけじゃなくて、例えば、電車が遅れたとかですね、まあ台風が来たとかですね、そういうようなたくさんのことを私たちは日々体験するわけです。これって結局幹から来ている影響によって生じているねっていうことが分かるんですね。で、まあ普通はですね、でそれでどうなるのなんですけれども、フラクタル心理学のフラクタルという意味は実は相似形という意味なんです。でこの相似形で世界をできているっていうことを、まあ、ちゃんとですね、こう理論立てて説明したものがありまして、まあ、それがフラクタル現象学なんですけれども、それを元にしているので、その現実っていうものを分析することで逆に潜在意識からの、メッセージが分かるっていうことがとても大きな特徴なんですね。ですから、まあ、潜在意識の中にはもうすでに現実になってしまいましたっていうものもありますけれども、また現実になっていないもの、そろそろ来るぞみたいなものもたくさんあるんですね。そこが見つけられたらどうなると思いますか、ね、これってすごく大きなアドバンテージでしょ、うん、ですからね、そのこれから生じるかもしれない可能性、もちろん生じないかもしれませんけれど、なんて言いますか、この候補みたいなねものが、いろんなその現実の世界を分析することによって潜在意識に用意されているこのたくさんの現実化の候補を知ることができるんですよ。これはちょっとね、あの普通ね考えられないと思いますね。まあ、フラクタル心理学は全く新しい理論だっていうのはこういうところからお分かりいただけるのではないかなと思いますね。でつまりこれはですね、転ばぬ先の杖をつけるっていうことなんですね。